バーチャルファイターじゃなくてバーチャルボクサー、このパンチがしっかり決まる、しっかりカウントされるテクニックを聞いていこうと思っています。皆さんもね、なかなかカウントが入らない、正しく数えてもらえないという場合、どういうふうにしたらいいのか思ってらっしゃると思うので、ぜひそれを解明してみたいなと思いますので、さあ頑張っていきましょう。まずダブルジャブでね、開始ダブルジャブね、2回ジャブトレーニング開始します。シュン、クラッキング開始。マークの通りにやっていく。ゴー、はい、黄色くなったらジャブ、ストレート、リード、あれ、ジャブ、ストレート、リード、これでジャブ、ストレート、リード、あれ、ジャブ、ストレート、リード、ジャブ、ストレート、リード、ジャブ、ストレート、リード、ジャブ、ストレート、難しいんですよ、これジャブ、ストレート、リード、左からジャブ、ストレート、リード、ジャブ、ストレート、リードブック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 。なかなか難しいですよね、皆さんね。普通はね、リードフックはしっかり相手のボディ狙うようにね、こう、なるほど、ジャブはまっすぐ、はい、ストレートはまっすぐ、はい、リードフックは相手のボディ、相手のボディ、そう、狙うように低めで、低めでジャブ、ストレート、リードフック、これです。疲れる。リードフック、リードフック。相手のボディ。うん。うん、うん、うん。何度も見ていただいてね、それ楽しいですよ、これしっかり学んでいけたらと思います。